エンガル町マルセップの山奥に入ってきました。左にムリダムがあります。そしてここ過ぎたら公園がこう出てきましたね。何の公園だったかな。あの機関車が走る、もうちょっと先かな。憩いの森、そんな名前だったでしょうか。ところがですね、コロナでさっき走ってくるときしばらくの間休みってね、見えますね。 人を乗せて走ってくれるんですけどね。で、こうです。まあ、あのだいぶ前にここに来たことあるのでそれで紹介できるかなって思いますけど、そして右の方には温泉があって、混んでなかったら入れるなと思ったけど、これもやってないって思ってました。で、昆虫館とかですね、まあいろいろあるんですけど、休みということで、大平高原に向かってるんですけど、この右側の山の上に平らなところがあります。で、本当は山彦の滝、多分この道だと思ったんだけど、山彦の滝ってあるんですね。それが恨みの滝って、滝の裏側に回れる滝で、なかなかいいんですね。その写真を前から撮った写真っていうのは、そうですね、恨みの滝の全国ベスト10に入って良さそうな写真を撮ることができるんですけど、クマがいるから土日に来たらね、他の人もいるんだろうけど、今日はどうしようかなって万全の体制で行くか迷ってます。